今日はいよいよ銀髪先生の PV が解禁されますよ。動いてる僕たちどんな感じなのか楽しみだね、神楽ちゃん。新八はどうせメガネなんだから、どの世界線でも何も変わらないやろ。世界線とか言わないで。確かに銀玉とは違うけど、っていうか銀髪先生でもメガネいじられんの、この多様性の時代に。そうだな、多様性のこのご時世、どんなメガネをかけていようと別に構わねえよな。いや、メガネの種類が多様って話をしてるんじゃないんですけど。先生。はい、神楽。さっきから画面に映っている私らのクラス、なんて読むあるか？ Z？ それともゼータあるか？これはズイと読みます。3年ズイ組です。発音しづらいある。ああ、お前留学生だもんな。大丈夫、最初は難しいけどだんだん慣れていけばいいよ。そういう問題じゃないね。ほら言ってみろ。ズイジジジジじゃねえよ。ジゼットだがズイ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 な。ジジジジじゃねえよ。ズズズイジジズイだよ。ジだからジジじゃねえって。ジジジジジじゃなくてズズズにちっちゃい。先生、いい加減そろそろ PV 始めてください。銀八先生。できてねえじゃねえか。どうせこんなことだろうと思ったよ。私ヒロインなのに全然出番なかったある。しょうがねえだろ、放送来年の10月だぞ。映像なんか間に合うわけないだろ。でも先生、そろそろちゃんと告知しないと、みんな飽きて他のアニメ見ちゃいますよ。もう1年以上待ってるね。分かってるよ。そこでちょっと早いけど、お前たちに冬休みの課題を与える。え？どういうことですか？本当の PV、12月のジャンフェスで発表な。ちゃんとお前たちが責任を持って制作委員会に作らせろよ。丸投げじゃないですか！めんどくさいやる。丸投げじゃねえよ。生徒の自主性を重んじてるの。でもジャンフェスは最高の舞台だろ、PV を発表するのに。まあ、確かにそうかも。ジャンフェスならみんなで一緒に盛り上がれますもんね。楽しみある。頑張れよ新八。僕だけ？一緒に頑張ってよ神楽ちゃん。つうことで2ヶ月後にジャボンディーション幕張メッセで会おう。